こんばんは。今日も外から帰ってきました。今日はですね、GP の登録に行ってきまして、GP というのは日本にない制度だと思うんですけど、かかりつけ医に登録するという作業を今日してきました。先日 GP の私の情報の登録はしてきたんですけど、今日は私のヘルスチェックをして、まあ、血圧を測ったり、身長と体重を登録してもらったり、あとは病歴の確認をしてもらったりっていう作業をしてきました。イギリス人だったら生まれた時から GP に登録するんですけど、私みたいな移民だと GP に新しく登録する必要があります。オンラインで申請をして、1週間以内に登録したい GP に行って身分証明書を提出するっていう形なんですが、私は最初オンラインで登録をして、で、身分証明書を出すだけだと思って行ったんですね。そしたらオンラインがうまく登録されてなかったのか、それか私が うまく英語を伝えられなかったのかわからないんですけど、 GP 登録したいんだけどっていうふうに言ったら、紙の申請書を渡されまして、私はオンラインで登録したのが意味がなくて、紙の申請書で自分の情報を書いて、その日にその場で登録してもらいました。なので、オンラインの操作がよくわからないっていう方だったり、私みたいにオンラインで登録したのに紙で書くっていう二度手間になるぐらいなら、もう直接 GP に行って専用の用紙が受付でもらえるので、そこで紙に書いて登録してもらってもいいんじゃないかなと思いました。で、それで今日がそのヘルスチェックの日だったんですけど、その紙で私の情報を登録した日に、今日の5時にアポイントメント取っとくから来てっていうふうに言われたんですけど、なんか今日行ってみたら5時に予約が取れてなかったみたいで、受付の人も「ん？」っていうふうに「なんで？」っていうふうになったんですけど、一応私が紙で提出した情報っていうのはその GP のパソコン上には登録されてたんですけど、アポイントメントが取れてなかったみたいで、で、その場で受付の人が1時間待つけど5時50分に予約したから待っててねっていうふうに言われて、外で待つかここで待つかどうするっていうふうに言われたんですけど、外で待って突然呼ばれたら嫌だなと思ったんで、まあ、病院の中で待ちますっていうのを伝えて、あ、1時間で結構待つなって思ってたんですけど、もう20分ぐらいで 結構サクッとすぐ呼んでくれて、で、診察室に入って、まあ私が何人であるかとか、宗教はあるかとか、あとはちゃんと食べれてますか、食事は何を食べますかっていう質問だったり、まあ要はお肉を食べるかベジタリアンかっていうのを聞かれたり、あとは身長体重を聞かれて、血圧と脈拍を測って正常かどうかチェックして、で、その後は病歴と家族の中にがんを患った人いますかとか、心臓病を持っていた人いますかとか、そういうチェックをされました。で、それで今日は終了になりました。あとは通訳のヘルプが必要ですかっていうふうに聞かれたんですけど、オンラインで自分で登録した時はなしって選択してたんですけど、難しいかなって思ったのと、間違って伝わっても嫌だなと思ったんで、一応通訳のヘルプが欲しいですっていうふうに伝えました。GP っていうのは自分の家の近所の病院で登録するっていうのが一般的で、それぞれの GP ごとに登録できる家のエリア、範囲が決まっていて、で、私も
家から近い範囲の GPU を選んでいきました。で、おそらく家の範囲外でも日本人なので日系の病院にお願いをすれば日系の病院で登録できるとは思うんですけど、日系の病院に行くには電車に乗ったりバスに乗ったりしないといけないので、私は近所の病院で GPU の登録をしました。まあ、もしかしたら GPU を使うことが2年間の YMS 生活の中であるかもしれないので、 GPU の登録は早めにしておいた方がいいと思います。もし登録が遅れて1年後に登録しても別にそれは大丈夫なんですけど、早めに登録しておいた方が後々の生活が楽なんじゃないかなと思います。でも私は日本で保険をかけてきているので、まあ、必要ないといえば必要ないんですけど、一応どんな風に登録するのかなっていうのを知りたかったので今日登録してきました。で、あとすごく勘違いしてたことがあって、 YMS のビザを取るときに IHS の料金を払ったと思うんですね。 IHS っていうのは YMS のビザを申請するときに必ず払わなきゃいけない保険料のことなんですけど、その IHS の料金っていうのが私は日本円で144,634円かかったんですね。で、てっきりこれが2年間の保険料の分なんだって思ってて勘違いしてたんですけど、この IHS っていうのは移民が現地のイギリス人と同じように医療を使えますよっていう権利をもらえる保険料のことだったんですね。その IHS っていうのがイミグレーションヘルスサーチャージの略 で、その YMS を申請した時に、あ、イギリスの保険料って2年間で約14万円で安いなって思ってたんですけど、ただイギリスで医療を受けられるよっていう権利をもらっただけのようです。今後働いたら日本と同じようなシステムでお給料から保険料っていうのが天引きされます。なので、まあ調べが甘かったといえばそうなんですけど、 YMS のビザを取るときにこの情報は知りたかったですね。もうとりあえずビザが取れて喜んでた状態なので、ビザ申請のときに払う保険料は移民が医療を受けられますよっていうチャージ料金になります。それでは今日はここら辺で終わりたいと思います。